Hey, what's up, peeps? Rich Boy Tomorrow here. どうも、リチャードです。突然ですが、皆さん、ここ、どこだと思いますか？今日は茨城県立海洋高等学校にある日本で一番深いプールにやってきました。この学校は水産海洋系のスペシャリストを育成する学校で、ここのダイビング訓練のためのプールが水深10メートルと深いんですよ。ではなんでこんな深いプールに来ているかというと、バーウェイの最新のスマートウォッチ、バーウェイウォッチアルティメットの性能を試すためにやってきました。これはアウトドアに特化したスマートウォッチで、高精度な位置測位、アウトドアの情報の表示、たくさんのスポーツモードがあって、中でも目玉がこのダイビング機能です。ということで今日はバーウェイウォッチアルティメットのダイビング機能を日本で一番深いプールというアルティメットの場所で使ってみるという企画です。それではバーウェイウォッチアルティメットスポンサースポットライト、レッツダイブ right in。ということで、茨城県立海洋高等学校の先生にご協力いただきながら、実際にファイアウォッチアルティメットのダイビング機能を試していきたいと思います。それでは先生、よろしくお願いします。茨城県立海洋高等学校という海のことを教える学校で、僕はダイビングを専門に教えてます、矢沢と申します。よろしくお願いします。お願いします。登場めちゃくちゃかっこよかったです。ありがとうございます。ということで、矢沢先生にこれからファイアウォッチアルティメットをつけてダイビング機能を実際に試していただきましょう。めちゃくちゃかっこいい。ファイアウォッチアルティメットは専門的なユールマンダイビング減圧モデルというアルゴリズムを採用していて、ダイビングデータを常時モニタリングしてくれます。ファイアウォッチアルティメットにはリクリエーショナルダイビング、フリーダイビング、テクニカルダイビング、ゲージモードの4種類のモードがあって、初心者から上級者まで使えるようになっています。ちなみに最も深いところで水深100メートルまで対応しているんです。というところで先生が水深10メートルに到達しました。ディスプレイにはアモレッドを採用しているので、色鮮やかでちゃんと発光していて見やすいです。画面には水深はもちろん、減圧症を防ぐための深い位置にいてもいい時間 NDL や酸素分圧や酸素毒性指数といった酸素中毒を回避するための数値も表示されていて心強いです。スキューバーダイビングをする場合は、事前に自分が潜る環境を設定することでリマインド通知や警告をしてくれます。例えば急上昇したり数値が限界に近づくと、超高音ブザーによるアラートが出るので、ダイバーの安全をちゃんと守ってくれます。あとエントリーやエキジットポイントの記録もしてくれるんですよ。水中でもそんな記録を残せるなんて正直知りませんでした。おかえりなさい。ただいま戻りました。ファイアウォッチアルティメットいかがでしたか？いや、まず画面が大きくてすごい見やすいんですよ。まずそれが一番良かったです。あとは必要な情報が欲しい情報全部書かれてるので、でしかも文字が一個ずつ大きいので、見やすくて欲しい情報があるっていうのはダイバーとしては一番欲しくなる。今 10m で見てきた時に水面で見る明るさと全く変わらなかったので、すごく見やすかったです。正直欲しくなっちゃいました。僕もちょっと使ってみたいと思います。フリーダイビングのモードで素潜り 10m チャレンジですね。平先生行ってきます。いらっしゃー。実は他にもいろんな特徴があるんです。まずは耐久性です。本体は液体非消失ジルコニウムを採用していて、高い強度、高い高度、それから耐食性を実現しているんです。これ結構航空の時にも使用されている素材で、それをスマートウォッチに使うのがまさにアルティメット。あと健康管理機能も充実しています。24時間体制で心拍数、血中酸素レベル、睡眠、ストレスなどを測定してくれます。バッテリー持ちの長さも驚きなんですが、最大2週間使えるんですよ。今回はダイビング機能に注目しましたが、陸上スポーツにもしっかり対応しています。さっきも紹介した健康管理機能とも連携もバッチリで、運動中の体もリアルタイムでモニタリングしてくれます。いやー、めっちゃ楽しかったです。ファイアウォッチアルティメットはこの地球で存分に人生を楽しみたい方にはもってこいだと思います。 Alright, that's it from me. ファイアウォッチアルティメット Ultimate. See ya.